皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はボウリングを車椅子でやってみようと思います。ここはですね、山形のファミリーボールというところで、まあ、スロープがあったりして車椅子で一応頑張ればボウリングができる場所となっております。まあ、めちゃくちゃ完璧なバリアフリーっていう感じはないけど、でもそれでも車椅子でも他のボウリング場施設よりはできるところになっているので、車椅子になって初めてのボウリングでどれくらいスコアが出せるのか頑張ってみようと思います。はい、やりましょう。はい、この台なんですけど、車椅子で投げるのが多分大変なんです。だからここにボールを乗っけてコロ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 って転がすとできるっていう、なんか子供用とかにもあるよね。一応これも使ってできるそうです。でも私はこれを使わずに今日はやりたいと思います。じゃあまずこの機械、この台を使ってみて第1投目投げますね。置きます置きます。あ、やばい、行くぜ。やばい、めっちゃ右に、あ、威力が全然足りないんだけど威力が足りない。結構強めに投げないと曲がっちゃう、右に。だからもうちょっとこっちにして、この辺でさっきと同じ威力で投げる。いきますよ。あ、よそげじゃない？あ、よそげ。あ、もうちょい曲がってますかと。え、そっち？やっぱこれいらないよ、いらない、いらない、やりにくい。よし、これね、こう投げれるはず。いくよ。もうちょっと右か。もうちょっと、え、ダメ？よいしょ。
指せ80。いけ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 、曲がって曲がって、あー曲がって、ええやん、ええスタートや。ただ、いや球の威力がなさすぎて。ということで、こんな感じでボウリング体験やりましたが、もっとちゃんとやればもっと上手くなりそうな気がする。ストライク取ろうと、またね、チャレンジしたいと思います。はい、ぜひ皆さんボウリング来てください。で、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。